皆さんこんにちは。子ども発信プロジェクト横浜市役所で誰でもピアノを弾きたいにようこそお越しくださいました。この子ども発信プロジェクトというのは、横浜市の障害のある子どもたちがいろいろなことに挑戦して、子どもたちからいろんなメッセージを発信していこうというプロジェクトで、今回はこちらにある誰でもピアノから発信しようという企画になっております。今回、大きな新しい挑戦として、先ほども話にありましたけども、遠隔演奏というのを行います。自宅のキーボードで音をメロディーを鳴らすと、このピアノが鳴って、でその鳴ったメロディーから伴奏が導き出されるというもので、ゆりなちゃんが本当に一生懸命練習してくださいました。こうやって離れていても一緒に合奏したり、またどこからでもピアノを弾けるっていう新しいページが開かれたらいいなと思います。それでは会場にいらしている皆さんに、いよいよ体験していただきたいと思います。
かっこいい。